あおし、今回は集会場緊急クエストライゼクス、こちらを討伐していきますよ。ソンクエで一度倒しています。その時は簡単倒せました。今回はどうだ。いや、難しい相手でもないと思うけどね。俺的には簡単にいけるでしょう。2回目の討伐になるかね。パターンも正直1回目で全部知り尽くしたし、簡単だし、ボコボコするし、やっていこう。はい、ドン。あ、いきなりブレス食らう。危ない。セーフセーフセーフ。ふう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 。おう、おう、恐ろしいね。お、背中チャンス来たよ。行こう、ゴー、レッツゴー、ナイス。あ、乗れない、まだ乗れない。オーマイガー、てっきり乗ったと思った。いかん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 。正面立つの味さつこい、正面立つの味さつこい。恐ろしい攻撃の数々。入った、ありがとうございます。1回目ね。フォー。で、この流れで俺はスタン取るからね。俺はこの流れでスタン取れる人間になりたいんだ。よろしく。ストップザタイム、行こう。俺がやる。グッバイ、レッツゴー。さあ、で、ボッコボコタイム始まるよ。回って回って回った後のズドーン。取れない。嘘でしょ、嘘でしょ、お母ちゃん嘘でしょ。これでこれでこれで、え、これも取れない。嘘でしょ、いろいろと嘘でしょ、マジっすか。レッツゴー。これはどう、これも取れない。嘘でしょ、嘘でしょ、いろいろと嘘的な展開が続くね。あ、怒った、危ない、わー、いろいろ負の感情が出てきたよ。オーマイガー、ブレスにちょっと当たりまくとか気をつけないとね。ほら、お、ひるんだ、いいね、ゴー。怒ったね。あれ、怒ったけどなんか今遠吠え聞かなかった。耳栓も何もつけてないのになんでだろうね。俺には聞こえないんだ。俺はどうやらなんか耳がおかしくなってるようだ。聴力がなくなってる。それなんかさっきから聞こえないような気がするな。いろいろと自分の声も聞こえないよ。おかしなことになってる。わあああああ、恐ろしい恐ろしい。なんだ今のは、なんなんだ今のは。オメガ、ここからのズドーン、イエーイ、スヒルンだね。ナイス一撃。おお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 、恐ろしいね、怖いね。わあよく当たってなかった。今の避けれてんの。よげてないけどね、俺の中じゃ。あ、完全に当たった、死にましたってなったの。レッツゴー。お、落とし物してるぞ。はい、レッツゴー、スタン。この流れで、この流れで取る男になりたかったんだよ、俺は。レッツゴー。台風トリガー。よみがえるな。早い早い早い。もうよみがえるんかい。落とし物も拾わないと、もしかしたらこれが激鈴かもしれんぞ。俺、激鈴取ってるからね、こいつの。1回目の初見で討伐した時に取れたんだ。運がある人間だからね。もう1回激励あるかもしれない。落とし物は取っていかないとね。おう、毒で苦しめ。俺をぶっ飛ばしてる間にもお前は毒で今苦しんでるんだぞ。痛みを感じろ。の前に俺が死ぬね。あかん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 。よく当たらなかったな今の。なんで避けれたのかさっぱりわかんねえ。落とし物を拾わしてください、お願いします。それ大事。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。わあ、いいんですよ、でもいいんですよ。見えない、茂みで見えない、茂みで見えない。あ、逃げたね、よかったよかった。よっしゃ。で、落とし物は何なの。早く早く早く、消えるからね、すぐ。激鈴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 。ダメ、鱗じゃないか。いや、いいんだよ、鱗でもいいんだよ。今ちょっとこいつの素材集めしてるからね。武器が欲しい。こいつから作れる雷のハンマー今欲しくて仕方ないんだ。それ欲しさに今モンハンクロスやってるからね。鱗がね、あと5枚足りないんだよね。これであと4枚になったよ。早く作ってみんなこの実況動画でお披露目するからね。まあ、その日を待ってください。もしかしたら作ることなく終えるかもしれませんが。どこ行った ?NO! 落とし穴、落とし穴、落とし穴を仕掛けましょう。はい、レッツゴー。武器を解こう。あー、このタイミングできたの?嘘でしょ?てっきりちょっと余裕あった、余裕あるからしても大丈夫かなと思ったらこの流れで来やがったこいつ。え、嘘でしょ嘘でしょ。あ、なんか破壊した、頭破壊した。うん、ダメだ、全然、1回しか当たらなかった。え、落とし穴を使用した結果1回しか攻撃を当てれなかった。その破壊できたからいいんだけどね。お、ひるんだ、いいね。ふぅ、レッツゴー。とにかくこいつの中に入ることだね。中に入っときゃ俺は攻撃当たらんと思ってる。外にいるとまずい。恐ろしい攻撃のオンパレード。レッツゴー。
後ろも危険だしね。あ、まずい、ほらね、後ろこれがあるから危険なのに。レッツゴー、いいね、怒った？わあ、あ、ちゃんと耳聞こえてたね。うん、今おたけび引っかかったわ。さっきはなんかおたけび聞こえなかったけどね、今もう完全に聞こえたわ。しゃあ、打ち消しの実どうした？なんで打ち消しの実なんか飲んでる？最近こういうミスが多いね、俺。前回のウルクス戦でもそうだったんだよな。間違ってオータル爆弾を置くっていうね、応急薬を飲もうとしたら、オータル爆弾飲もうとしてたからね。バカでしょ？ピンチ飲むもんじゃねえよ。さらにピンチになるよ。おう、後ろ危険、後ろ危険、後ろ危険、後ろいか。危ない。よし、えい、ナイス、また落とし物したよ。レッツゴー。ズドン、え、当たってないんかい。嘘だろ、完全に当たったと思った。マジで。あ、尻尾回し、尻尾回しからの雷来るんじゃないの。お、怒り収まったね。バテてる、バテてる、バテてる、カモ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 。今攻撃チャンス、今攻撃できない。人間は弱い人間だ、俺はそうなりたくない。今行こう、今大事、今を大切にしていこう。大事、過去じゃない、未来じゃない、今なんだ。バテてる今を大切にし、殴り殺す、これが俺のやり方、俺のスタイル、マイスタイル。オッケーオッケー、レッツゴー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 。あ、進化来た、レッツゴーレッツゴー、進化来たね。はい、あ、違うのか、普通に逃げていったの。さすが集会場、まあ、4人用にね、想定されて作られてますから、さすがにソロで1人で5分っていうのは俺では無理だね。うん、でもいい戦いはできてる。いや、急な方向転換したからね、あれは死にかけで逃げるパターンだと思ったら、そうじゃないんだね。いやいや、やっぱライゼックス、そこまで俺の中では苦手なモンスターじゃないね。基本中いたら当たらない、ただ外後ろは危険だね。後ろ特に危険だね。他のモンスターだと後ろ、ガムートの場合なんて後ろいたら勝てたんだけど、こいつの場合後ろいる方が逆に危険。あの尻尾攻撃があるからね、尻尾から雷放出ですから、ビリリーってね。気持ち悪いわ、いろいろ気持ち悪い、すぐ倒しやる。気持ち悪いやつ俺大嫌いだから。どこ行く？イエス、お、当てたね。あれで落ちてきたの？尻尾にちょっと当たった攻撃で落ちてきたよ。情けないモンスターだなお前は。そら怒るわな、情けないよ。あんなちょびっとの攻撃じゃないか。もう当たったか当たってないかもわからないような攻撃で落ちてくるなよ。面白いな。どう？あ、尻尾か。あ、これ中いても当たるんだ。何に当たった今。レッツゴー。とにかく攻撃あるのみ。ゴー、当たってないか。おいおい、おお。で、このあとこの隙があるからね。あれ絶対回避で回避した方がいいかもしれないな。あの上から来る攻撃当たったら多分行くな。何秒法令言いながら行きます。はい、か、終わった。グッバイグッバイ俺のライフ。おお、死んなかった。俺のマイライフまだ終わらないようだ。ヒーハー、テンション上がるね。絶対終わると思ったのに。レッツゴーレッツゴー。どこに行く、めっちゃ逃げる。イエス、はい、こう来た、ありがとうございます。いろいろやっちゃう、いろいろやっちゃう、狩技いろいろやっちゃう。はい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。台風トリガーも、はいはいはい、早く早く早く。あ、怒った、また怒んの、また怒るね。怒ってなかったんかい。そこにまずびっくりっていうね。上登れ、早く上登れ。はい、レッツゴー。はい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 ヒーローのごとく俺は現れて相手の頭を殴るからね。かっこいいでしょ今の、かっこいいわ。これもレッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。
レッツゴー。はい、またこれ最高だね。今のナイスタイミング、これだからハンマーはやめられないね。わあ、ああ、ああ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。気がつけばめっちゃダメージ食らってた。あの、お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 の、死ぬよ、死ぬよ。たかし、ごめん。約束は守れそうないわ。あの時のあの約束。俺には守れそうない。逃げて、逃げて、逃げて。まだ俺を狙わないで。たかしと会うんだ。たかしと会う約束しているんだ。やめておくれ。これ以上僕を傷つけるんじゃない。逃げろ、逃げろ。こういう時に逃げろ。こういう時はお前は逃げるべきだ。そうしよう。おい、逃げたね。はぁ、あ。危なかった。たかし、約束は守れそうだ。まだ戦いは終わってないけどね。あのまま戦いが続いてたら多分俺は今亡き者になってたでしょうね。危ないよ。ふぅ。でもまだ死にかけにならないんだね。いや、10分経ちましたね。これはびっくり、意外だわ。もう、死ぬだろうなっていう。5分、切ったあたりからもう、ね、5分戦ったあたりからもう、もう死にかけなんじゃねえかなって実は思ってた自分がいたんだけど、やっぱ集会場クエスト、そしてライゼックスということも考えれば、そう簡単にはならないね。じゃあ、ここでしびれ穴を仕掛けるドン。すごい勢いで来てるドン。どうします、ドン。こっちにカモ、もっとウェルカム、もっとウェルカム。こっちに来るんだ。苦しめ。はい、ありがとうございます。頭を殴ると、何、覚醒して戻ってきたよ。シビレアナやっちゃダメなのか、もしかして今シビレアナ、このシルビレアナの電気を利用して、こいつもしかしてこの電気覚醒したの、ビリビリ状態になってるよね。そういうこと、やっちゃダメなのかもしれないね。動きも全然止まってないし、5秒くらいじゃなかったかな。怒ったね、怒ったね。あ、死にかきた。ありがとうございます。ようやくだ。さーて、寝とるね、寝とるとこ。オータル爆弾で決着つけさせてもらうね。ごめんね、頭ドカンいっちゃうからね。悪く思わないでね。決着をつけよう。ルルルルン、オータル爆弾。これでゲームセーと。はい、終わってないね。はい、終わってないね。まだ生きてるね、まだ生きてるね。嘘でしょ、嘘でしょ。すぐもう一個、すぐもう一個で怒る。全く計算通り。そして逃げるで死なない。あ、どうしろと。あー、もう無理だよ、もうやめちまおう。もう勝てない、何もできない。嘘でしょ、俺はてっきりこれで終わると思ってたからさ。しゃ、でもいいや、これで終わる、これで終わる。はい、最後は台風トリガー、台風トリガー、痛恨の一撃は当たってないようだ。どんな決着方法で終わるんだ。お、シビレアナ仕掛けたね。猫ナイス、いいぞいいぞいいぞ。シビレロシビレロ、最後スピニングメタ、これで終わり。レッツゴー。まだ終わらない。嘘でしょ、投げない、予想以上投げない。オータル爆弾、オータル爆弾3つ使ったの投げない。ノノ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 。あ、猫に取られた。あ、猫に取られた。最後猫に取られた。あ、これピンククエストなのに。あ、最後、あ、猫に取られた。あ、そうでございますか。おー。今日餌なしね。うん。今日書いたら何もなしね。虐待でも何でもないからな。ふざけんじゃねえ。肝心な最後猫に取られたよ。なんじゃこれ。えい、緊急クエストのライゼックス、無事ね、討伐完了いたしました。まあ、猫に取られたんですけどね、もう全然気にしない、別にいいよ。猫はそういうやつだもんね。いつも俺の取るもんね。気にしない、気にしない。はい、これでまた一つ上のね、ランクのクエストがプレイできるようになりました。次回から、集会場クエスト、星3ですかね。こちらのクエストをね、攻略していきたいと思いますので、次回の実況もお楽しみに。じゃあ、グバイ、また会おうぜ、へい。ダランクサンダー。